ああ、どうしよう、2時間も富士山で待つのか。はい、わじたびチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、わじです。今日はですね、いつもの立川駅にやってきました。はい、で、今日はね、路線バス旅シリーズ新企画やりたいと思います。その名もですね、こちらの立川バスのね、路線図今手に入れたんですけど、これを元にですね、立川バス1日乗車券で一筆書きの旅、どこまで行けるかという企画です。これどういう企画かって言いますと、今回はですね、立川バスって1日乗車券発行しているバス会社なんで、700円ですね、立川バスで IC にチャージするタイプです。ちょっともう IC にチャージしています。それを使ってですね、この立川バスのみで一筆書きのためですね、どこまで行けるかに調整です。で、立川バス結構10市町村にまたがってるバス会社なんですけども、立川、昭島、福生、羽村、瑞穂、武蔵村山、東山と小平、国分寺、国立っていう、風が強いな10個の自治体にまたがってるんですけど、1日乗車券を用いて一筆書きの旅やっていきます。で、この旅のルールなんですけども、まず1つ目が、1回通過した系統はそこをまたがって越えることはできません。はい、2つ目が、同じ、通過したバス停や駅はもう二度と戻ってこれません。通過もできません。なので、立川駅からスタートするんですけども、要するにもう立川駅には戻ってこれないです、ここから。で、これ例外がありまして、駅で降りたとして反対側、駅の反対側とかにバス停がある場合は、そこまでは徒歩移動して、そこから別系統乗るのは OK です。はい、で、あと3つ目がですね、要するにこれ一筆書きでどこまで行けるかなんで、もう行く方向がもうなくなってしまった、行き止まりまで行ってしまったり、その、乗りたいバス停で降りて、そこでもう終バス終わってる場合があるんですね。その場合はもうそこで終了になりますので、そこはゴールとなります。立川バスのみで、立川駅からスタートして、もう同じバス停や駅通過せずに、路線もですね、またがずにどこまで行けるかチャレンジしたいと思います。はい、というわけで、ちょっと複雑なんですけども、立川バス1日乗車券700円でちょっと やりたいと思います。11時半前ですね、ちょっとスタートしたと思います。というわけで、やってみましょう、ものは試し。というわけでスタート。今立川駅です。で、もう、IC カードにですね、先ほどチャージして、もう券買ってありますので、なので700円で一応どこまで行けるか、距離とかですね、本数もね、あとどれぐらい元に取れたかっていうのも、後半で判明すると思いますので、そちらもお楽しみということで。はい、じゃあちょっとスタートしたいと思いますが、まずどこ行くかって言いますと、ちょっとね、来る間にいろいろ調べたんですけども、今ね、北口にいるんですけども、南口からスタートしても全然 OK なんで、でも見る感じですね、立川を中心に、南の方はそんなないんですけど、立川駅から北、東、西方面に伸びてる感じですね。なので、で、東の方ですね、最東端がこの花小金駅とか小平の方になるんですけども、こっち行っちゃうとですね、この線路が1本しかないので、要するに行ってしまうともう戻ってこれなくなるんですね。行き止まりに行っちゃうんで、あんまり距離とか稼げなくなっちゃうんで、なので、もう立川駅南口からスタートして、国立駅行って、こっから玉川上水、こっちまで行こうかなってちょっと今計画しております。で、ぐるっとこっち側、瑞穂とか回って行こうかなっていう、ちょっとそういう作戦で行きたいと思います。なので、南口行って、あれ南口から国立駅乗って行きましょう。はい、駅南口に来ました。ここから南口はですね、国立駅行きバス出てるんですけども、お、ハト君だ、こんにちはこれですね、路線バス乗り継ぎの旅第3弾で乗った1本目と全く同じですね。立川駅から国立駅行ったんですね、江ノ島を目指す回で乗ったんで、ここはちょっと結構本数多いんで大事だと思います。今回ね、立川バスオンリーの企画なんで、全国の立川バスファンの皆様、お待たせしました。今日はとことん立川バス乗りますよ。700円で乗りまくれますからね。ここですね、国立駅、これ行きましょう。国立駅行き、あ、31分行っちゃった後だ。しょうがないか。
オープニングね、ちょっと無駄に長く撮っちゃってますからね。51分までないです。まあ20分近く待ちましょう。国立駅行きましょう。これでよっしゃ、1本目のバス来ましたね。こちらバス銀座ですね。こっちか。はい、降りました。国立駅です。1本目ありがとうございます。220円でしたね。ありがとうございます。でも約25分ぐらいですね、乗ってましたね。はい、まず立川バス1本でこの国立駅やってきました。お花が綺麗。はい、一応ね、まあ普通の人なら中央線でね、一息で立川から国立来れちゃうんで電車で来る人多いと思うんですけど、今回はバスの旅なんでね。はい、国立です。これ旧駅舎をモチーフにした建物で、こっちが今の国立駅で、北の方行きたいんでちょっと北口行きましょう。で、向かいたいのがですね、次が玉川上水駅の方行きたいんですね。まあ国立駅ですね、国立駅で玉川上水行くバスがあると思うんですけども、なんかバスが何台か止まってますね。で、あれでした、これですね、玉川上水駅南口。12時39分までないですね。あ、でもあと20分ぐらいあれですね。ちょっと20分待ちましょう。はい、到着しました。玉川上水駅です。おはようございます。はい、玉川上水です。このモノレールが上に通ってます。いいですね。玉川上水駅着きました。もう玉川上水駅、南側が立川市です。で、北側に回ると東大和市になりますんで。で、僕が行きたい方は北なんで、ちょっと北口行きましょう。いいですね、結構。300円で。20分ぐらいですね、大体。これ西武線ですね。西武線と玉物レールがクロスしてる乗り換え駅です。まあ今回旅のルールはバス停名違っても駅の反対側だったら移動しちゃって OK ですので、はい、じゃないと多分乗り継げないと思うんでね、はい、で次目指してるのがイオンモール駅。イオンモール駅とね、だいぶ西の方行けるんで、これですね、こっから乗るみたいですね。こっちかバス停。まあちょっと13時1分ですね。これかな。13時15分ですね。これがあります。15分後、これで行きましょう。でですね、こっち行くと、まあ最近アップしたばっかの MM シャトルに乗れるバス停があります。そうですね、最近。というか最近よく行くな、玉川上水。
今ちょっとバス来てないんですけど、ここがあの MM シャトルバス乗り場ですね。ここから武蔵村山行けます。あのコミュニティバスですね。こっから西の方イオンモール行くとここなんですけど、イオンモールからまたこの箱根ヶ崎とかこっちの方行けるんで、ここでちょっと乗り換えて西の方さらに行ってぐるっと回っていきたいですね。そういう作戦でちょっと行きたいと思います。4モール着きました。ここもね、この前の企画で来たばっかりですね。はい、4モールです。ここ武蔵村山市にあります。4モール武蔵村山です。はい、ここもね、バスたくさんあるんで、20分ちょっとですね、ここまで。あそこだったかな、5番乗り場、なんかバス止まってんな。箱根ヶ崎に行きたいんですけども、あ、MM シャトルですね。この前乗りました。何分足かちょっと分かんないんだけど、これと5番あれ立川駅か、あれ違うわ。52分ですね。13時52分が来ますね。12分後に来ます。これ乗りましょう。13時52分に箱根ヶ崎駅行きがありましたんで、はい、それに乗って箱根ヶ崎溝町まで行っちゃいましょう。12分休憩。あ、来ました。これですね、箱根ヶ崎駅東口。これだ、これだ。箱根ヶ崎駅東口ですね。はい、ありがとうございます。わかりました。はい、箱根ヶ崎です。ここは、福生駅って今書いてあったな。あれ、福生駅行きなのかな。ここは、溝町ですね、箱根ヶ崎。あ、やっぱあれ、福生駅行きになる。あれだ、乗りたいの。乗り継ぎは順調ですね。あ、福生駅行こう。また同じ運転手さんのまずお世話になります。あ、ちょうどいいね、福生駅行きだった今のバスが。すごい、なんていう奇跡ですよ。30分か、よいしょ。
はい、福生駅着きました。Welcome to 福生。はい、福生です。今日はね、あそこの神がかった乗り継ぎで、あっという間でしたね、水も。というわけで、福生駅着いたんですけども、ここからどうしたいかっていうと、福生駅の西口の方に移動しまして、そこから拝島駅行きが確か出てると思うんで、拝島駅乗っていきましょう。福生市ですね。あ、なんかバスが出てる、あるけど、これ西東京バスだな。これ乗れないですよね、今回。立川バスしか今回乗れないんで。バス停はどこだ？あ、向こうだな、立川バス。あったあった。これ、福生駅ですね。あ、今、電車が。これだ。はい、拝島駅行きがあったんですけど、5分前にちょっと出ちゃってますね。あ、やばい、ないなこれ。今福生駅西口来たんですけど、立川バスはこの拝島駅が出てるんですけども、拝島駅2時間後の17時2分しかないですね。ここ空白の時間帯なんですよ。あー、どうしよう、2時間も福生で待つのか。ちょっと今考え中、まあ、なければこれで行くしかないですね。はい、どうしようか。箱根ヶ崎駅から福生駅までは移動できたんですけど、こっからですね、次に行きたい拝島駅行きのバスがですね、なんと2時間先、2時間待たないと来ないんで、立川バスはですね、もう西口はもう拝島行きしか出てないんで、2時間待たないといけないです。で、東口ってのはさっき箱根ヶ崎駅から乗ってきたバスでですね、もう羽村とか別のところは行けるんですけど、重複しちゃうバス停が出てきちゃうんで戻れないんですね。なので、もうこれは拝島行きを2時間待つしか道はないので、2時間待ちます。福生でゆっくりしましょう。だいぶ西日が傾いてしまいましたね。16時50分ですね。はい、2時間近く待ちましたよ。17時2分拝島駅、これ待ちましょう。意外とでも2時間ってあっという間っちゃあっという間かもしれないですね。拝島駅ですね、こちらが入ってます。長かった。いやー、なんとか福生脱出できましたけど、次に どうしようかな。拝島駅、あ、でも今乗ってきたバスが立川駅北口行きになってますね。またこのパターンか。これは拝島大師か。あ、南側だね。あ、ここだね、バス乗り場。作戦としては立川駅行きたいんだけども、17時25分か、20分ぐらい、30分のかな。あ、立川バスだ、これ。あ、立川バスだ、これで、ね、
松坂団地経由して立川駅行けるんだ。この路線はまだ乗ってないんで。あ、でも少ないな。あ、終わってる。16時47分で終わってるわ。どうすっかな。こっちはダメだ、ないわ。じゃあもうあれで行くしかないね。あの立川駅、あの系統で行こう。ちょっと9分後で行きましょう、間に合わないから。さあ、とりあえず今拝島駅なんですけども、17時33分で、5番乗り場の松坂団地経由の立川駅北口行きはもう16時台で終わってたんで、これしかもうないので、これで行きましょう。17時39分の立川駅。ただこれで行くとなると、どこで立川駅行っちゃうともうゴールになっちゃうんで、ちょっと考えましょう、どこに行けるか。これ宮沢経由乗ってみましょう。これで拝島大師とか通るからね、これでも行けると思うんですけど、17時39分の立川駅行きで昭島市の南部を通っていくやつですね。これちょっと行ってみましょう。西大神、着きました。では西大神ね、ここで乗り換えられるバス停ですね。着きました、ありがとうございます。で、昭島駅に行きたいんで、このまま立川行っちゃうとまあゴールしちゃうんで、なるべくならね粘りたいですもんね。今ちょうど18時ですね。18時27分までないですね、昭島駅南口。まあしょうがないですね、これ待ちましょう、27分まで。いやでも27分まで待たないと昭島駅が来ないので、27、これね、18時27分でも立川駅北口行き今乗ってきた系統なんだけど、これはたくさんですね、この時間帯。5本もある1時間に。昭島駅来る前に3本も見逃さなきゃいけないか。ちょっとね、ルートを練り直そう。旅、いい響きですね。旅、ちょっとルートを練り直しますね。西大神で降りたんですけども、もう他に乗り継げるところないんですよね。立川駅北口行っちゃうとゴールになっちゃうからね。この辺でちょっとね、昭島駅とか北の方行けるんで、ちょっと粘りたいんですよね。まあね、当初はこの松坂団地経由で立川駅の方行こうかなと思ったんですけど、今あの見てたら、ちょっとね、一つ作戦を思いつきました。西大神今いるんですけど、もう一回同じ系統乗って福島ってところで降りて、で東中上駅行けるんですね。で東中上駅行って、反対側ですね、駅の反対側、東中上駅北口行くと、なんかこういう別の系統のバスが出てるんで、これで立川の方行けんじゃないかな。まあこっちが行けると思うんで、ちょっとこれで行ってみたいと思います。ちょっとここ30分いるのもったいないんで、先に進みましょう。わかんない、そっちの東中上の方が本数少ない可能性もあるんで、ちょっとわかんないんだけども、賭けですねこれは。なので昭島駅18時27分待たずに、こっちですね、18時14分
同じやつで来たやつで同じ系統ですけど、まああの先進む分なんで問題はないんで、18時14分の立川駅北口行き乗って、ちょっと東中上駅の方にアクセスできるかちょっとトライしてみますね。これダメだったらもうアウトですけども、賭けですこれは本当に。なので今見たらここがな、西大神から7つ先のバス停、福島っていうバス停で降りると、東中上駅行きのバスには乗ることはできるんですけども、そのバスの時刻が定かではないので賭けですねこれは。分かんないですよ、行ってみてめちゃくちゃ本数少ない路線の可能性もありますし、ちょっと分かんないですねこればっかりは。そう、これどんどんその時刻がね進んでいくと、もう終わってる路線とかもあると思うんで、もうサドンデス方式ですからね、終わってたらもうその場で終了になりますから怖いんですよそれが。うわーすごい。はい、もう一回乗りますはい、着きました。福島ですね、バス停。はい、ありがとうございます。いいですね、この時間帯、この便、すごい出てていいですね。はい、福島。この昭島市なんですけど、ただ、こう反対側のバス停ですね。東中上駅行きたいんで、あっちのバス停、渡っちゃいましょう。ちょっと東中上駅行きに書きましょう。東中上駅までバス繋がれば、北口に回って、立川行きとかね、玉川上水口があるって書いてあったんでよし、バスまだ来てません。あとは本数がね、あるかどうかなんですけど、まだバスは来てませんね。ただこっからバス停で2つしか進まないんで、歩いて行ける距離なんですけども、歩いちゃうとルール上歩けないんではい、じゃあ来ました福島ですね。この東中上行きのこれですね。はい、じゃあ行きましょう。時刻どうぞ。東中上駅東印だから、あれ18時、あれちょっと待って、あれ東中上駅がない、嘘、あれそんなおかしいなやっちまいましたね、これ拝島駅行きだ、これだと戻っちゃうんですよね、これはダメですね、乗れません、見送ります。まあじゃあこれ一本見送ります。あれでも次のバス来てるけど、あれは何だろう。でも東中上雪じゃないと思うな、東って書いてなかったっけ。はい、あ、違うな、どうぞ違います。これ拝島操車場行っちゃいますね、残念ながら。結構バスは頻繁に来てるんですけど、ちょっとね、東中上行きもしかして少ないパターン、これちょっとね、東中上行き行き東印って書いてあるんですけど、18時台は全くないですね。はい、はいか無印ってことはこれないね。東って書いてる便が見つかんないですよね。うわ、超少ない便でしたねこれ多分。まあ、じゃあ東中上行けませんね、これ終了行けないから、わあどうしよう。ですね、東中上駅今の時間からでは行けないことが判明しました。なのでここで終了ってわけじゃないんですね、まだ
また同じ系統で立川駅の方まで行けば旅は続けられるんですけど、東中上行きは全くなかったんで、ちょっと立川駅北口しかもう行けなくなりました。なので立川駅行きましょう。立川駅北口の手前で降りましょう。もうしょうがないです、これは。ちょっと判断ミスですね。さっきの西大神ってバス停で昭島駅行きを待ってればよかったんですね。ちょっと失敗しましたね。次の立川駅行きが31分だからもう来ますね。これでちょっと行きましょう。他にないもんね。わあ、ダメだ、終わったわ。もうここで選択肢は一つしか残ってないんですよ。引き戻ることできないんで。でかつ東中上駅行きのバスも今日なかったんで、さらに立川駅北口行きのバスを乗り続けるしかなくなりました。はい、要はもうすぐ終了です。もうちょっと待ってくださいね。来ました、バスです。はい、着きました。出ます。プラザシティ立川前ですね。すいません、ありがとうございます。立川駅北口の一つ手前のバス停、プラザシティ立川前着きました。これもう次が立川駅北口なんで終点なんで、はい、まあ、こうスタートの駅なんでね、ここ行けないということで、ここが終了地点でございます。時刻の方は18時48分。はい、こんなところですね。プラザシ、あ、なんか目の前に立川バスがたくさん止まってますよ。おお、なんかいいですね。プラザシティかな、これがよくわかんないけど。あけぼの町ですね。まあ、立川駅一つ手前なんで、あれですけど。いかがだったでしょうか。ちょっと新企画の、一筆書きの旅。一日乗車券で一筆書きの旅。立川バス編でしたけど。僕は想定したルートと全然違うルートになっちゃったんで、なかなかやっぱね、これ、あの時刻表とか調べないでやってるんで、思い通りに行かないもんですね。昭島駅行きの方待ってればね、また違った展開になったかもしれませんが、このね、またこの判断ミスの駆け引きがね、またね、難しい、面白いと思いますんで、ちょっとパイロット版なんでやってみて、まあ好評だったらシリーズ化したいと思いますんで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、以上、わじ旅チャンネルでした。ありがとうございました。またね。じゃあ、ここから立川バス乗って帰ります。まあ、そういうこった。じゃあかな。